サンカー。コーリン・チャップマンらがデザインした。ロータスにおける故障は、ジョン・プレイヤースペシャル、マーク4。デビューイヤーの1978年に6勝を挙げ、1979年まで実戦投入された。ボディデザインの美しさと、相まって、ブラックビューティーと呼ばれ、現在でも、世界中のモータースポーツジャーナリストたちが、史上最も美しかった。 F1 マシーンとして名を挙げる。79は前年型マシーンでウィングカーと呼ばれた78を空力面などでさらに発展させたグラウンドエフェクトカーである。79のベンチュリー構造を後方から79では78と比較して様々な点において改良が加えられた。78では燃料タンクがサイドポインツーン内にも置かれていたが 79では、レギュレーションの変更に伴い燃料タンクを、コクピット工法の一つにまとめることで、サイドポンツーン内のベンチュリ構造を最適な形状に、改めている。78では、アウトボード式のリアサスペンションや、排気管が、気流の通路に露出していたので、サスペンションを、インボード式とし、排気管を情報排気に変更した。ベンチュリ構造を、 さらに後方に伸ばし、内部を気流がスムーズに通過することで、多くのダウンフォースを得られるようになった。ダウンフォースの発生する、負圧体を、後方寄りに修正したことで、空力バランスが整い、リアウィングを小型化したことで、ドラッグが減った。また、床下を密封するため、スプリング付きの可動板を路面に押し付ける、スライディングスカートを採用した。 これは、ウルフの1978年用のマシンである WR5 で初採用されたものを参考にしている。地面に擦りつけるスカートの下端にはセラミック素材を使用した。モノコックやボディ形状も見直された。78では箱型のモノコックに整流パーツを取り付けていたが、79ではフットボックスを補強したモノコックにアッパーカウルを被せる方式に変更した。 その他では、オイルクーラーを、ノーズから、左減サイドポンツーン内に移設、エンジンカウルのインダクションポッドを配し、リアウィングを左右の翼端板で指示するタイプに変更、などの改良点がある。これらの改良、変更によって、サイドポンツーン下のベンチュリーは78と比較して、より高いダウンフォースを、安定して発生させる装置となった。 ヒットでの79-79の開発作業は1977年シーズンの序盤に始まった。チャップマンはイースター休暇中にまとめたアイデアスケッチをもとにピーター・ライトら技術陣を指揮した。デビューして間もない78の熟成を望む声もあったが、チャップマンは独自の先見性とワンマンぶりによって計画を推進した。 開発は78のコンセプトを下敷きにして、グラウンドエフェクトカーとして、煮詰めが甘い部分を洗練する方向で進んだが、機械設計担当のマーチンオジルビーらが、チームから脱退したため、チャップマンが、設計実務により深く関与しなければならなくなり、例えば、モノコック車種における、ハニカムサンドイッチ材の使用面積が減るなど、 設計技術的には78より後退した部分も見られる。1977年12月に1号車が完成し、ポールリカールサーキットでシェイクダウンが行われたが、飛躍的に増大したダウンフォースに対して、シャシーの合成不足が判明したため、回収作業が行われた。この段階では、モノコックのフットボックスは、 ドライバーの足を包み込むように膝の高さまでしかなく、コラムシャフトがその上を通るなど極端に狭く低い車種であった。この車種は非常に小型で軽量に作られていたが、ねじりに対する断面二次曲モーメントの不足は決定的であり、すぐにステアリングコラムまで高さを増した巨大だが光合成なモノコックが設計された。また空力設計の面では、 トップデッキが強いウェッジシェープを形成するボディやサイドポンツーン後部がリアタイヤ内側へ絞り込まれている点など後の実践形とはデザインが異なる強いウェッジシェープとむき出しのリアタイヤはリアウィングの効率を落としセッティングの自由度を低下させていることがわかりトップデッキは下げられリアタイヤ前にはストレーキが追加されたゲトラグと共同開発した クラッチレスのシーケンシャル式ギアボックスをテストしたが、耐久性が改善されず、ゴーに癒したマリオ・アンドレッティがチャップマンに対し、今年はシリーズチャンピオンを狙うから邪魔をするなと強く詰め寄り、最終的には信頼性のあるヒューランド FG400 が選択された。1978年3月のノンタイトル戦、デイリーエクスプレス。 インターナショナルトロフィーには2号車が出走した。ボディワークは完成型に近いものになったが、レース中にマリオ・アンドレッティがクラッシュして、マシンを壊してしまったため、グランプリへの投入はさらに遅れた。第5戦モナコ GP では予選のみ試走し、実戦投入は第6戦ベルギー GP からとなった。デビューレースではアンドレッティがドライブし、見事にポール・トゥ・ウィンを飾った。 第7戦スペイン GP よりロールバーの形状が変更され、またオリンパスの参加によりスポンサーロゴの配置が変更された。1978年オランダ GP にてアンドレッティとピーターソンのランデブー走行をこの年79は圧倒的な速さを見せた。出走11戦中、フランス GP を除く10戦でポールポジションを獲得。 アンドレッティとピリターソンは、スペイン GP、フランス GP、オランダ GP の3回にわたって、ワンツーフィニッシュを達成し、リアウィングには、勝利数を示す、月経間のウィニングマークが、誇らしげに貼られた。他チームのマシンより1周2秒も早いため、予選では、手加減して走ったほどだった。第8戦スウェーデン GP では、 ファンカーことブラバム BT46 バイトに敗北を喫したが、チャップマンはブラバムに抗議する一方、ライトに命じて79人2機のファンを取り付ける改造プランを研究させた。風洞で模型実験を行い、2戦後に実戦投入するという目標も立てられたが、BT46 バイトが使用禁止となったことで、この究極のグラウンドエフェクトカーは幻となった。 第13戦イタリア GP では78に乗るピーターソンがスタート直後に発生した多重クラッシュの影響で自己死しシーズン残り2戦はジャンピエール・ジャリエが出場したドライバーズランキングではアンドレッティがチャンピオンとなりピーターソンが2位を獲得ロータスは16戦中8勝を挙げ1973年以来のコンストラクターズチャンピオンも獲得した これがロータスにとって最後のタイトル獲得となった。ロータスは1979年さらに効率よくグラウンドエフェクトを発生させる新型車80をデビューさせた。しかしこれはあまりにも姿勢変化に敏感なマシンとなってしまいダウンフォースを安定して発生させることができず第5、6、8戦で アンドレッティが出走した以外は79が使用された。もう一人のドライバーであるカルロス・ロイテマンは年間を通して79を使用した。1979年は2から4号車が79バイト仕様に改修され、5号車が新規に製造された。B 仕様ではモノコック全部の延長、ラジエターアウトレットの拡大といったマイナーチェンジが施され、 リアウィングは78のようなセンターマウント式に変更された。これに合わせて従来はリアウィング翼端板に接合されていたモノコック後端はカットされアウトボード化されたリアブレーキのダクトが突き出している。リアブレーキをアウトボード化することによってベンチュリの流路を広げ、また従来のインボード式でブレーキと排気管が接近していたために発生した。 フェード問題の解決策ともされた。カラーリングは JBS が一時的に撤退したために、マルティニがメインスポンサーとなり、ジムクラークのファンだった、ロッシ伯爵の希望で、ブリティッシュグリーンに塗られた。1979年は他チームがこぞって79のアイデアを模倣し、より進化したグラウンドエフェクトカーを開発したことで、79の 輝きは失われ未勝利に終わった。79は、モノコックを細く設計したためひねれの力に弱かったが、ライバルのニューマシンでは、対策が取られていた。また、グッドヤーが、ダウンフォースの増加に応じて、タイヤの寸法や特性を変えたことが不利に、働いたという意見もある。この年、ヘクトール・レバークが、自分のチームで79の1号車を走らせた。 また、終盤参戦は、コンストラクターとして、レバーク HR100 を買って出走した。HR100 は、ジェフ・フィリスが設計し、ペンスキーの工場で作られたが、ほとんど79そのもの、もしくは79を改良したマシンであると言われている。79は5台制作され、5台とも現存する。そのうち2号車と3号車は、チャップマン家の長男クライブが運営する。 クラシックチームロータスが管理している。1978年シーズンには1から4号車の4台が製造された。1977年12月に製造された1号車と異なり、2号車以降のシャーシは大柄なピーターソンに合わせてシャーシの寸法の見直しが図られている。1号車のシャーシも後に改造された。アンドレッティは2号車で、 デビューウィンを飾った後3号車へ乗り換え、2号車はピーターソン専用となった。第13戦オランダ GP より4号車がアンドレッティに与えられた。なお、4号車はクラッシュにより損傷した3号車の部品を新造車足に使用している。後に3号車も修復されて実戦に復帰した。ピーターソンの事故死後、アンドレッティは3号車、ジャリエは1号車を使用した。 1979年シーズンでは ML23 の一台が製造されたヒストリックレースを走るロータス79ありがとうございます。